はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダーアマゾンズシーズン2 SHP アーツ仮面ライダーアマゾンネオです。はい、これはアマゾンズシーズン2の主人公の千尋が変身する4人目のアマゾンライダーで、シーズン1の主人公のハルカがすっごい良かったので、シーズン2になって主人公変わるのどうかなと思いましたけど、中盤以降の活躍が本当にすごくって、最終回周辺の千尋のバトルはいろんなシーンが見どころ満載でしたよね。ナイス新主人公って感じで、しかもアーツ版はしっかり一般販売で発売されて、 Amazon 限定版も出て、こちらにはいつもの変身用炎エフェクトがついてますね。それ以外は共通です。外箱をぐるっと見回すとこうで、 Amazon 限定版はいつもの段ボール風になってて、一般販売版はフルカラーのものですね。ただこれ残念ながら Amazon クローのアンカーパーツの付属はなくって、最終決戦でバンバン使ってた Amazon ブレードは入ってるんですけど、クローがつかないのはちょっと残念かな。ちなみにジャングレイダーもハルカ版は発売されましたが、千尋版はここの目の部分がイエローで若干カラーリングが違いましたが、そちらの発売はなしですね。ではレビューしていきます。一応一般販売版と Amazon 限定版の内容物の差を見ると、通常の一般販売版は Amazon ネオの本体プラスブレードに手首パーツが4種類とインジェクターパーツが1個入ってて、あ、でもバイク用の握れてないな。目のカラーが違ってもそのままこれ乗せればいいかなと思ったけど、この開き手を使えばなんとかいけるかな。これが一般販売の内容物になってて、 Amazon 限定バージョンはこの内容物プラス炎エフェクトが4つ入ってるのみで、しかも一般販売されてる炎エフェクトと、あ、でも微妙にちょっと透明度が薄いのかな。でもほぼほぼ同じものが入ってて、このエフェクトが4つ追加されてるのみで、それ以外は変わりませんね。で、一般販売されてる炎エフェクトと、あ、違う。通常のやつは結構光沢がありますが、今回は若干艶消しっぽくなってて、形は同じですが微妙に質感が変えてありますね。エフェクト部分の一部がくぼんでますから、これを手とか足に取り付けるような形です。ではまずアマゾンネオ本体を確認しましょう。あ、その前にアマゾンズってシーズン3というか映画か、この春に劇場版が公開されるらしくて、シーズン2の続編、その後の話らしいんですけど、確かにハルカとジンさんの物語に関しては完全に決着がつきませんでしたから、要はそれを終わらせるってことなんですよね。シーズン2のグロッサーをそのまま劇場版にする場合は、ある程度年齢制限が必要な映画になってきますよね。僕も今必殺技ポーズとか攻撃ポーズを再度確認してたんですけど、気分悪くなっちゃってねやっぱグロすぎて午前中から見る映像作品じゃない。いや、シーズン2はちょっと久々に見たけど、やばいわあれはやばい。大人が見ても若干うってなるのに、普通にガンバライジングカード化されてるのが怖いっすよねじゃあ改めて全身をぐるっと見回すとこうで、素体造形は先に発売したアマゾンライダーと同じで、ベース造形はオメガとかアルファと共通してる部分はありますが、ただほとんど新規で、ネオといえば生物的な造形の上にアーマーを装着してるのが基本ですから、上半身を見るとかなり機械的な面が多くて、メカ的な造形のパーツがそこかしこにありますよね。顔部分とかはよく見るとアルファに似てるんですけど、その上から高速具のようなアーマーがあって、背びれがあって、ベルトにはネオアマゾンズドライバーがあって、ちゃんとイエローになってて、下半身のこの辺の作りとかは他のアマゾンライダーと同じですね。で、足裏は無地で何も表現されてなくって、可動面もこれまでと共通で、首がボールジョイントで動いて胸と腰で動きますし、そこまでパーツが出っ張ってませんから、かなり動かしやすくって、アーマーはヒンジで腕ごと回転しますし、ロールがあって、肘、手首、下半身もここまで広げて、上半身も水平かなりいけますね。
なので相当自由なポーズを取らせることができます。そして手首パーツに関しては開き手が4つで荒々しいポーズ再現のための構えポーズ用のものがついてて、でブレードパーツは腕と同化してますから、右腕を引っ張ってここから外してこの部分に付け替えるような形ですね。逆にこういう乾燥式の方が装着はかなりしやすくて、でブレードパーツもめっちゃ長、手首はこんな感じで握り手で持ってて、これをね外すことはできませんね。完全に同化してて、ブレード部分の造形とかも細かいですね。最終回用の折れた状態とかはついてないような感じ。というかアンダースーツ部分の元々のアマゾン体のカラーがすごい綺麗に表現されてますね。レジスターも造形細かいな。腕パーツは引っ張れば簡単に乾燥することができます。いやこれは簡単だ。顔部分もよーく見ると結構アルファ的な要素があって、アルファと比べると同じ感じで角生えてますし、ポインター部分の形状も似てて、クラッシャー部分もこっちはちょっと開いてますけど、それが閉まった状態なんですよね。そして黄色いバイザーの下に複眼があって、そこは赤目になってて、目の色こそ違いますが、よーく見ると垂れ目具合なんかも共通点が多いような形。はい、そして同じアーツのアマゾンライダーのアルファオメガと並べるとこうで、こうやって見ると同じアマゾンズでもデザインコンセプトがそれぞれ大きく違いますし、赤、緑、青の3色で分かれてて、一見するといわゆる平成ライダーっぽくも見えますけど、ここにシーズン1のシグマを足しても、実は味方同士のライダーって一人もいなくって、全員が全員を殺し合う敵同士のキャラクターですから、そういうのもアマゾンズのストーリーの渋さでもありますし、それぞれに一時的な共闘はありましたけど、根本の目的が全く違いますから、特にシーズン2ではそれぞれのバトルシーンなんかも多かったですね。というかアマゾンライダー4人の並びめちゃかっこいいっすね。ではまず開き手に変えて、変身直前のこのポーズ。ネオアマゾンズドライバーのインジェクター部分を可動風に触って左手でアマゾンズインジェクターを差し込み。アマゾン！はい、仮面ライダーアマゾンネオに変身完了。千尋は特定の変身ポーズとかはありませんから、とりあえず序盤でよくあった直立ポーズの変身状態から、早速アマゾン限定の炎エフェクトを取り付けました。エフェクトがあることで変身直後の雰囲気が出ますし、この状態でぐるっといろんな角度から見ると、今回もプロポーション完璧で、アルファ、オメガ、シグマに続いて、シルエット完璧ですよね。ちなみに炎エフェクトは簡単に脱着はできますが、あんまり取り外しすると塗装が剥れちゃいますから、ここは気をつける必要があります。そして変身直後状態でいろんな角度から見ると、こんな感じで、このまま一旦エフェクトを外して、握り手は、バイク用の握り手はありませんが、この開き手を使ってジャングレイダーに乗せれば、一応なんとなくはバイク登場状態も再現することができますね。まあ、変身状態というか、千尋が変身前のバイクとして使ってたイメージが強いですけど、サイズ自体はアーツ用ですからバッチリ合ってますね。シートにもしっかり座れております。そして今回は構えポーズ用の左手がついてたり、アンダースーツの下半身部分のシワの入り方なんかも大股開きを想定してるっぽいですから、それっぽく足を開いての構えポーズだったり、膝立てなんかも千尋っぽいですよね。右足を折りたたんで、膝立て状態での構えポーズ。これは別角度から見ても下半身超バッチリ決まってますよね。よく曲がるな、関節が。あとは足を前目にして、かなり前傾姿勢気味の構えポーズだったり、接地性もほんと抜群。こういう手首パーツがついているということは、暴走気味のアクションポーズなんかもめちゃ決まりますね。これはかなり千尋っぽい。
途中から覚醒したことで超再生能力とか触手を使った攻撃とかいろいろと弾けてましたよね。これだったらこのまま爪で攻撃するような感じで振り下げのアクションポーズも取れますし、縦膝状態での叫びポーズっぽい感じも千尋っぽいのかな。というか、はるかもそこそこの過酷な運命でしたけど、圧倒的に千尋の方が終始いろいろかわいそうでしたよね。というか、カラスアマゾンと並べたいから、カラスアマゾンアート化されるんだっけ？出てないっけ？サンプル画像とか。やっぱ EU と千尋は並べたいよね。あとはいつものアーツ通りバランスもいいので、片足立ちのキックポーズなんかもすごく綺麗に決まりますし、よく上がりますね。このまま足のブレード、ヒレパーツを使って攻撃っぽいこともできたりとか、あとは握り拳に変えていつも通りのパンチ攻撃ポーズなんかも普通にいけますし、このまま右手を引っ張って外してブレード装着状態に付け替えて、はい、ブレード装着。ちゃんとインジェクター押しポーズも取れて、ブレードもかなり長さがありますから、この見た目もむっちゃかっこいいですね。そしてブレード装着状態から、構えポーズだったり、そのまま振り下げての、振り下げ攻撃ポーズに、ブレードパーツボリュームあっていいな。斬撃だけじゃなくて、串刺しっぽいポーズだったり、なぎ払いポーズなんかもかっこよく決まりますね。むしろこの状態で膝立てすれば、アームクローの攻撃ポーズっぽくもいけますね。とりあえず装着後は映像作品通りの大ボリュームで、予想以上にブレード装着後の見た目がかっこいいな。はい、そしてライダーキックのアマゾンストライク。千尋も特殊なライダーキックポーズですが、全身がよく動きますから、割と簡単にこのポーズを取らせることができますし、普通にヒーローっぽく、いわゆるライダーキックポーズなんかも問題なく取らせることができますね。まあでも千尋はやっぱり荒々しく戦った方が、かなりそれっぽい雰囲気が出るかな。はい、ということで仮面ライダーアマゾンズシーズン2 SHP アーツ仮面ライダーアマゾンネオを紹介しました。これまでのアルファ、オメガ、シグマとどれも劇中イメージ通りの安定の出来でしたから、今回も新規造形パーツが多かったですけど、本編イメージ通りにバッチリ仕上がってて、一部手首パーツの少なさとか付属品の少なさはちょっとあれかなと思いましたけど、ポーズを捨てて遊ぶ部分には特に問題ありませんでしたね。それか今後もしかしたら千尋用のジャングレイダーが発売して、そっちに黒パーツが付属するとか、そういうことがあるかもしれませんね。アルカ用のジャングレイダーもアマゾンウィップとかアマゾンサイズが付属しましたから、それより先にまずカラスアマゾンかな。マモルくんが発売したってことは EU の発売の可能性もありますから、できれば千尋と EU で並べたいですよね。というかおそらく最終章の劇場版仮面ライダーアマゾンズどんな内容になるんだろう。以上、仮面ライダーアマゾンズシーズン2 SHP アーツ仮面ライダーアマゾンネオの紹介でした。